はい。よろしくお願いします。アプラザ南口胃腸内科クリニックのく川です。最近では以前にも増して YouTube を見た、ホームページを見た、Google の口コミを見たといって内視鏡検査のため受診される方がとても増えています。当院では YouTube、ホームページでも胃腸などの健康に対して様々な情報を発信しています。 胃腸に興味を持って多くの方に受診していただきとてもありがたく思っています。当院では胃カメラ、大腸カメラの際に鎮静剤を使うことで快適に検査が受けられるようになっています。ぜひ健康のため胃カメラ、大腸カメラを受けてみてください。最近では腹部超音波検査も始めたので肝臓、胆脳、 水臓などのチェックに興味があれば、ぜひご相談ください。まだ数件ですが、水癌やその他の良性腫瘍、悪性腫瘍なども見つかっています。 10日で増殺、早いんです,早いですね四十代以降の方にこそ読んでほしいなと思いますけどね腸から健康になりたい人ですよね細胞的に持てた人ですね <laughs> <laughs> タンパク質と腸の新常識みんなで腸漏れを予防しましょうぜひお願いします今回はがんになったら症状は出る皆さん健康だと過信していませんか というお話です。現在、日本人の2人に1人は一生のうちに何らかの癌にかかると言われています。癌はすべての人にとってとっても危険な病気です。日本人が癌で死亡する確率は男性が4人に1人、女性は6人に1人となっています。高齢化の影響を除くと癌による死亡は減っています。 がんになる人の数とがんで死亡する人の数はいずれも年々増えています。しかし、その主な理由は高齢化です。人口全体に対する高齢者の割合が増えていることが原因です。高齢化の影響を除けば、一定期間中にがんになる人の割合は2010年頃からほぼ横ばいになっています。そして、 癌で死亡する人の割合は1990年代半ばをピークに減少しています。治療法の進歩などで、癌にかかった人の生存率は多くの部位の癌で向上する傾向にあります。一般的に癌は進行するとより治りにくくなります。また、癌そのものや癌の治療による体への負担もより大きくなります。 適切な検査を受けることで、癌を早い段階で発見し、適切な治療を受けることが可能になります。胃癌なら胃のバリウム検査か胃カメラ。我々は胃カメラをお勧めしています。大腸癌なら便潜血検査か大腸カメラ。我々は大腸カメラをお勧めしています。肺癌なら肺レントゲン検査か はい CT 検査。我々ははい CT 検査をお勧めしています。乳がんならマンモグラフィーや乳腺エコー検査。肝臓、膵臓なら腹部エコー検査。必要なら MRI や CT 検査を追加しています。前立腺がんなら PSA の採血、腹部エコー検査などが選択肢として考えられます。1、2年に1回程度、 これらの検査を行っていれば、多くの方が癌になっても早期に発見できる可能性があります。検査感覚が人によって異なるのは、その人の検査結果や家族歴など様々なリスク因子の結果が影響してくるからです。とりあえず一度検査を受けてみて、専門医に今後のことを相談してみるのが一番だと思います。 このような説明をしても検査を躊躇する人も多いでしょう。私の患者さんにも、そして知り合いにも、自分に癌はないと思う。食欲があるから大丈夫。健康には自信があるという人がいます。これは果たして正しいのでしょうか私は間違っているとは断言はしませんが、常に皆さんに 癌というものは早期のものはほとんど症状は出てきません。進行してやっと症状が出てきます。だから癌は恐ろしいんですよと説明します。これからは我々が見る消化器領域の話をします。胃がんであれば誰が見てもわかるような大きくそして海洋が深い進行癌になっていないと症状が出ません。大腸がんであれば 大腸の半分くらいを癌が塞んが,んがないと、便秘や腹部傍慢などの症状は出ません。また、血便などがしっかり出るのは、かなり大きな癌やポリープです。水癌や肝臓癌は、早期のものは全く症状がありません。体が黄色くなる横断や体調不良が出る場合は、ほぼ手術不可能な場合がほとんどです。当院で見つかる 早期の食道癌や胃癌、大腸癌、膵癌などの患者さんは健康診断の異常か癌の症状とは無関係な理由がきっかけで偶然検査を受けて発見された方がほとんどです進行癌の方でも全く症状のない方もたくさんいますだから健康にいくら自信があっても癌が,がないとは言い切れないので我々は検査をお勧めしています こちらの食道癌の患者さんは、食道癌とは全く関係がない理由で胃カメラを受けていて、偶然このような早期の食道癌が,が発見されました。内視鏡治療で感知しています。こちらの患者さんは食欲がない、少し大きな塊のような食材を食べると嘔吐してしまう、食道に食べ物が詰まる感じがあると受診して胃カメラを受けました。 このような進行食道がんが見つかりました。発見された際には他の臓器にも転移しており末期のステージ4と診断されました。こちらの方はたまたま受けた採血でビロリ菌がいるかもしれないから消化器内科を受診してくださいと検診の医師から言われて受診されました。胃カメラを受け胃にはこのような進行胃がんがありました。健康な人が ピロリ菌がいるから一回カメラした方がいいよって言われただけで、その指示に従ったらこのような癌が,が見つかり、命が助かるということもあります。こちらの人は3回胃がんをしていますが、すべて早期癌で1時間以内の内視鏡治療で感知できています。これは何と言っても健康であっても定期的に胃カメラ検査を受けていたおかげです。 この方は肺がんも見つかっていますが定期的に肺 c t 検査を受けたおかげでこちらも早期に見つかって根治となっていますこちらの方はたまたま受けた腹部栄光検査で水がんが見つかりました無症状で早期のものが見つかり手術も無事に成功しました水がんは見つかった時点で手術ができないものが多く 生存率も低くなっています。積極的に検査を受けることが重要です。この方はまだ30歳で全く症状がなく健康に過ごしていましたが、便染血検査で陽性となり、大腸カメラを初めて当院で受けられました。その際、このような進行大腸がんが見つかりました。手術に加えて抗がん剤治療も必要なステージでした。 この方は下痢があると受診され、大腸カメラを受けましたが、このような進行癌が,があり、その後治療をしようとしましたが、すでにかなり進行しており、数ヶ月で亡くなってしまいました。ではまとめです。最初の方でお話しましたが、健康に自信があっても癌は潜んでいるということを知っておいてください。健康だからと過信せず、 一度、がんの検診などを受けてみてはいかがでしょうか。たった数分から数十分の検査で命を落とす病気が見つかるかもしれません。 10日で増殺早いんです早いですね40代以降の方にこそ読んでほしいなと思いますけど腸から健康になりたい人ですよね細胞的に持てた人ですね <laughs> タンパク質と腸の新常識 <laughs> みんなで腸漏れを予防しましょうぜひお願いします当院の内視鏡検査の特徴は安全に苦しさと痛みに配慮した内視鏡検査を行う見逃しのない 高精度な観察を行うということです。これまで培ってきた内視鏡検査の経験を十分に活かして、高精度で安全な内視鏡検査、治療を行うように努めています。内視鏡を専門とする医師が丁寧にしていますので、安心してお任せください。そして、患者さん、個人個人に合わせた最適な量の鎮静剤を考えて、 検査をしています。こちらも多くの経験により、検査が苦しくないよう、そして検査後もしっかりと目覚め、気分不良がないよう努めています。まずはご気軽にご相談ください。